こんにちは、速稼塾の久保です。今日の朝の相場解説、そして昨日の相場解説いかがだったでしょうか。限定公開なんでね、朝の相場解説限定公開なんで、それに乗り遅れた方はもしかしたら今のねポジションを持っていないと思います。大きな含み益取れると思うんですよ。で、そのあたりを振り返りながら解説させていただきます。そしてですね、この動画、限定公開動画を見れてない方は、この今流してるのは一般公開しますんでね、だいたい一般公開するときって限定公開の朝とか前日とか前々日の相場解説がピタッと一致してるときなんですよ。で、利益がどん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 ね増えているときなんで、できればね、私の相場解説で、限定公開のところをしっかりと見ていただいて、その後でね、この相場解説にお付き合いいただいたときにはお互い含み益みたいな感じがいいでしょうね。はい、それではね、画面を切り替えていきます。まずデイリーからなんですけども、バイのエントリーポイントをしっかり書いているところがあります。まずは大きな流れなんですけども、こういう風なずっとセルでいきましょうって言ってた時が懐かしいですよね。転換を迎えて、そこからはね、バイデンさんの就任の時から105円に向かってバイですよっていう風にお話してて、で、まさにね、まさにですよ、ここのまだ陽線がない時にここがポイントになるよってことをお話しましたね。そしてここね、というのが、こういう風に言って、ここでいつも跳ね返ってるんですよ、この線で。だからそれを結んだんで、単純に、ここにぶつかった時が、上昇するポイントだよってことをね、お話しただけなんですよね。で、同じように、下がるポイントはこの線の上にありますよね。だから今後も、この陽線が伸びきった時に、ここにぶつかったら、セルを仕掛ける、もしくは、利益確定すれば、頭と尻尾から取れるってことになりますね。で、今おかげさまで、陽線が2つ続いてます。ですんで、昨日エントリーした方は全員含み益になってるはずです。ね、昨日、1本前の、昨日の赤い、このね、陽線から1本ずれてこっち、今こっちの赤い陽線になってますからね。言った通りになったでしょう。はい、では4時間なんですが、4時間は、こんな感じで線が引けるんですよね。今朝もやりましたけども、高値が切り上がって、こういう風な、あら、しまった。こういう風な線を作ってますよね。じゃあ安値はどこでしょうか。安値はこちらとこちら。ね。これがこういう風になっていて、まさにですね、ちょっとずれちゃいましたけども、3つ目のポイント、線上で折れ曲がって上昇してるってところなんですよ。美しいでしょ。だから今度これが高値を切り上げるところまで、ずっと待っておけばいいんじゃないかなと思いますよね。私はその方針でいきます。もちろんなんかね、別の要因が入ってくるかもしれませんので、これで確定じゃないですよ。私はこういう仮説を立てている。どちらにしても、あの日からバイデンさんがホワイトハウスに入ってからは、こうドル高がねずっと進むというふうな宣言を私もしました。で、そこで、ダウ転換が起きたと判断して、それからずっとバイ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 って毎日言ってるでしょ。セルの時は毎日セル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 って言ったでしょ。で、今回、バイ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 なんですよ。まあ、バイデンさんだからバイじゃないんですけどね。じゃあ、1時間の方を見ていきます。はい、1時間の、あれ、なんかちょっとおかしくなりましたね。はい、1時間のチャートなんですけども、ここでポイントはですね、細分化されたダブルです。ここに小さなダブルがあるんですよ。で、今、ネックライン1個目を超えていって、そして2個目のネックラインを超えました。ですんで、この W は勢いよく上の方に伸びると思うんですよ。そしてですね、この W の上にもう一個 W があるの、お気づきですかね。これですね。ここにも W があるんですよ。ここに。ということは1個目のレッグライン超えてますよね。あとは、ここに達するか超えるかってところを見とけばいいんですよ。私はこれを超えていくと見てます。プラス、こちらの方にダブルトップがありますよね。ダブルトップから始まるゾーン。ダブルトップはここにあるわけですよ。で、このダブルトップが起きてるからこそ、この下落ってのがあったと言ってもいいと思います。こういうふうにね、下落波動が起きて。で、W で今取り戻しつつあるわけですよ。ですので、トレンドの方向に戻って、引いてはここを突き破って、106円、107円の方向に向かうと、解説を私はね、続けてるわけなんですけどね。いかがだったでしょうか。全時間軸、わかりやすく解説できたと思うんですけども、いかがですかね。もちろん、こうならないこともあるんですよ。私の相場解説は、4対6で、4の負けを受け入れて6を勝っていこうって形ですから、その差額の2割で勝っていくわけですよ。だからしっかりと仮説を立てて、しっかりと予測すること、
これはね、これからも変わりません。その中で私は多分ね、4対6どころじゃなくて7対3とか8対2ぐらいで仮説の通りになってると思うんですよ。まあ論より証拠ですけどもね。あとはね、私としてはロットを増やす度胸がないんですよね。1ロット、うん、まあいい時は5ロットまで行くんですけども、まあね、大抵1ロットか2ロットでの勝負になっちゃうんですよ。この精神力は1年かかっても変わってなかったですね。いやー、ダメですね。だからそこですよね、うん、FX はまず暗記すること、2つ目が暗記を試していくこと、試していった後で最後は精神力をつけていく、この3段階で成り立ってるんですよね。私は3段階目がなかなか超えられないんで、なかなか年収1000万、年間売上1000万の壁が超えられないのかなと思ってるんですけどね、うん、今年こそはなんとかね、突破していきたいなと思っております。もうそれにはね、仮説が確かにそうだよね、仮説がね、私の仮説がよく当たるなとかね、よく見えてるなってことを自分が自覚するのが大事なんですよ。多分客観的に見たらよく分かってると思われてると思うんですけども、自分でいやいや今回たまたまだとか言ってね、まあ5年間たまたまだっていう話はないんですけどね、ここがね、だからね、大ロットで行くと食らうんじゃないかなっていう恐怖があるんですよね。ここと戦っていかないといけないですね。ではありがとうございました。